アリエです。メイです。ユナです。ユズハです。セイラです。セリーです。ピンク。ラテ。ティー。ウィー。始まるよ。イエーイ。はい、ということで初めてこの6人の挨拶でしたんですけど、今日は新メンバーのみんなの自己紹介をしていきたいと思います。と、名前、学年、誕生日と、マイブーム、今日来て思ったこと、これからの意気込みを紹介していきたいと思います。それでは、どうぞ。じゃあ、メイちゃんからお願いします。はい、中学1年生、12歳の本田メイです。誕生日は5月7日です。私の最近のマイブームはギターを弾くことと、友達と LINE とかで変顔を送り合うことです。今日来て思ったことは、すごい楽しそうな雰囲気の現場なので、 YouTube でも見てたし、今日来る前からずっと楽しみで気分アゲアゲだったんですけど、実際来て本当に楽しい現場で、これからもっと一緒に頑張っていけたらなって思ってます。意気込みは、可愛いみんなとこうやって一緒にメンバーの一員になれたので、私も負けずに頑張ってみんなの憧れとかになったり、たくさんの人に応援してもらえるように頑張りたいです。よろしくお願いします。ゆずはちゃん、お願いします。はい、鈴木ゆずはです。小学5年生で、5月の4日が誕生日です。もう10歳です。今は五等分の花嫁っていうアニメのグッズを集めるのをが好きです。え、誰推しですか？肉推しです。一緒の肉推しです。嬉しいんだけど、ゆずちゃんめっちゃ好きで、え、そうです。あれ、ごめんね。ここに来て思ったことは、すごいおしゃれだし、お家みたいでした。次、私ここに来て今撮影してる時とかすごい緊張してるので、これからね、あんま緊張しないように頑張っていきたいと思っています。あの、撮影の時に見せたからさ、めっちゃ笑顔が可愛いの、本当にパシャッと撮ってる時の笑顔が可愛いんで、ホームページとかに上がってると思うんで、ぜひ見てください。見てください。可愛いのに見たら。じゃあ次、セリちゃんお願いします。中学2年生の13歳の原田セリです。誕生日は8月20日です。マイブームは音楽を聴くことです。ここに来て思ったことは、ちょっと緊張してるんですけど、すごい楽しいです。これからももっと頑張りたいと思ってるので、よろしくお願いします。お願いします。ちなみに何の音楽っていうか、アーティストさん聴いてるんですか？アリアナが好きです。あ、いい曲。ちなみにメイちゃんってさ、ギターってさ、どんぐらい歴、何歳ぐらいから？もう全然、今年の1月の本当初めから全部独学だから、全然だけど、だんだん上手にはなってきてます。いいね。ね、ギターいつかね、聴けるよ。聴けるといいな。噂によると結構アニメとか見ることが多いって聞いたので、一緒に語ろうねみたいな。みんなに共有する。え、なんか出身地とか聞きたいかも。あ、確かに。セリちゃんは大阪？はい。え、だよね、なんか喋ってる時に、あれ、ちょっと関西弁っぽいな。同じ関西だ。なんですね。じゃあ、ゆずはちゃんは？埼玉県です。じゃあ、ちゃん、私は東京です。おー、東京か、いいね。死んで謎の出身地公開。ちょっと聞きたかった。聞きたかった。あの、ちなみに、あの、身長とかっていくつとかって教えてもらってもいいですか？ちょっとあるね、最後までちょっと自分よりちょっと、あの、大きい子がちょっと増えた、ちょっとピエって感じなので、汗って感じなので、じゃあ、みーちゃんから教えてもらってもいい？私は160あるかなくらいです。中学校入った時に155だったから、もうちょっと伸びてると思ったら157くらいかな。7くらいかなって感じで、伸びててほしいなみたいな気持ちだけど、160はないから、負けました。すでに負けてました。去年もさ、レイラが入ってきた時にさ、まあ、同学年だけど負けてたの。また負けてるじゃん。え、ちょっとユーザーちゃん教えてもらってもいい？次、151か2。あ、まだ10歳。まだ10歳。
生ってさ、めっちゃ伸びるじゃん。いやー、負けなくないよなじゃあ次、セリちゃんは158センチです。同じかちょっと負けたぐらいえ、もうすでに、まあ、この動画終わったら並んでみる。そうだね、そうだね、背中に合わせて。うん、うん、うん、リーラー、いらない、セリちゃんっけ161あぐらい。なみに参考程度にありやっちゃう。あ、あ、聞きます。いや、聞きます、聞きます。171ぐらいかなみたいな。15センチぐらいするからこれからのね、ピンクレ TV にもご期待ということで頑張りましょう。はい、これから6人よろしくお願いします。お願いします。これからの動画でもね、3人のことたくさん知ってもらえたら嬉しいです。ということで、はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。